大相撲秋場所6日目、13日、両国国技館、大関豊昇龍が早くも4敗、救い投げで王鵬に敗れた、王鵬は2日連続で大関戦に勝利、豊昇龍が早くも4敗、救い投げで王鵬に敗れた、王鵬は2日連続で大関戦に勝利、大関琴桜は御嶽海を落ち着いて寄り切って連敗を免れ、5勝目を挙げた。 大関琴桜は御嶽海を落ち着いて寄り切って連敗を免れ、5勝目を挙げた。関脇大の里は正代を諸手突きから押し出し、ただ一人初日から6連勝。関脇阿炎は若元春に送り出されて4敗目を喫した。関脇霧島は正猿を送り出して5勝目を挙げた。大の里は正代を諸手突きから押し出し、ただ一人初日から6連勝。 関脇阿炎は若元春に送り出されて4敗目を喫した。関脇霧島はショーサ猿を送り出して5勝目を挙げた。小結大栄翔は回転の良い突っ張りで小結平戸海を破り、星を5分とした。平戸海は2敗目で、連勝が4で止まった。平戸海を破り、星を5分とした。平戸海は2敗目で、連勝が4で止まった。